はい、いつも医学 TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。私、医学の木田です。よろしくお願いいたします。12月23日から25日の3日間ですね、最後のカラチフェア開催が決定いたしましたということで、はい、今日も最後ね、開封動画やっていきたいと思いますので、ぜひ展示する楽器チェックしてください。それではよろしくお願いします。今日もね、段ボールが山積みでなってますけどね、これ開けていきたいと思います。はい、カラーチマンドリンの、16ビス、2020年製でございます。なんかすごい乾燥してきたせいか、すごくね、楽器が木が乾いててすごくいい音が出てますね。これちょっとおすすめの一品です。はい、カラーチマンドリンのナンバー15番ですね、制作年が2021年です。はい、ナンバー15番ですね。16ビスとね、モデル一つ違いなんですけども、全然音色はね違いますね。はい、これは個性からちょっと違いがあるので、これどっちもおすすめできますね。はい、これちょっとぜひ弾き比べてきてください。なんか入れ物が違う。何でしょう。ほうほう、私初めましてかもしれないですけど、何これ。あ、クラシック。へえ、皆さんこれ見えます、これ見えますかね。はい、はい、初めて見た方多いんじゃないですかね。これカラチマンドリンのクラシコ E というらしいです。2022年生、今年できた楽器ですね。クラシコ E、 今回初展示でございます。はい、当たり前ですけど、本当にちゃんとしたカラーチですね。はい、はい、カラーチファンの皆さん、ぜひ一度ね、試奏に来ていただけたら嬉しいです。はい、カラーチェの、モデルリーパーですね。表面板が杉の板の、楽器でございます。これ久しぶりですね。あ、これ皆さんぜひカラーチェフェアで検討の方ですね、カラーチェのクラシコ、あ、クラシコじゃねえカラーチェの、リーパーの、杉のトップ、これね、めちゃめちゃいい音です。はい、これ、あ、もうこれぜひ一度試奏してください。これはめちゃめちゃ今回の一番、まだ一番言い過ぎかもしれないですけど、今のところ一番いいなと思いました。はい、はい、クラシコ A の表面板が杉のタイプですね。で、セラク塗装で、仕上げをされている楽器でございます。2021年製ですね。はい、直前に触ったリーパーが良すぎてちょっとびっくりしてます。はい、ぜひちょっとね、リーパーとクラシコ A とかも弾き比べるとね、なかなかいいんじゃないかなと思います。はい、クラシック A のナンバー15番の表面板が杉の楽器でございます。はい、さっきの表が松の素材で作ってる15番とまた全然色が違いますね。これはすごいやっぱ弾き比べ、カラチフェアのね、醍醐味だと思います。表面板の材料の松と杉の違いなんかもね、ぜひよかったら見に来ていただけたらと思います。はい、おなじみ16ビスの表面板、杉のタイプでございます。いや、いい具合に乾燥してていい音出てますね。はい、これも16ビスのね、表面板杉、これすごいね、おすすめの一品でございます。これいいです。はい、心なしか、ナンバー15番が多そうな気がするんですけども、はい、でもナンバー15いいですね。これも、ナンバー15番の2021年製の表面板が松の、楽器でございます。うん、なんか今回は本当に全部おすすめですね。あ、特にリーパーがおすすめです。はい、じゃあ続いてね、ドラやっていきたいと思います。マンドラやっていきたいと。はい、
からジェマンドラナンバー13です。表面板が松の素材ですね。はい、表面板が松の楽器はすごく音がねパリッとしてて、特にこの乾燥してる季節にはねすごくフィットしたサウンドになりますね。カラチェといえばこういうサウンドっていう感じがする楽器の一本です。はい、同じくカラチェマンドラのナンバー13、杉の表面板で作られた楽器ですね。2021年製です。ナンバー13番でね、松と杉の材料が2つ、揃う貴重な機会となりますので、ぜひちょっとね、比べていただけたらと思います。よりお互いのね、魅力が分かりやすく、感じていただけると思いますので、はい。ちょっとね、その杉の方が、音色は少しこう柔らかい方向性の雰囲気がありますね。はい。ぜひよかったら皆さん、体感してみてください。はい、カラチェマンドラの16ビスで、2021年製の楽器でございます。ナンバー13と比べるとスケール感がねやっぱり一回り大きいような印象がありますね。はい、これぜひ、ね、試奏いただくと非常に分かりやすいと思いますので、ぜひカラチェマン期間中来ていただけると嬉しいです。はい、カラチマンドラクラシコ A 2022年製です。いやいや、やっぱりちょっとちょっと王者の貫禄が王様みたいな貫禄がありますね。はい、今年制作されたばっかりのね楽器なのでね、これからどん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 音が鳴っていくんじゃないかと、そういうポテンシャルを感じるサウンドでございますね。ぜひちょっとこれね、ご覧いただいて体感いただけるとよくわかるんじゃないかなと思います。はい、はい、ということでね、開封動画、以上になります。12月の23日から12月の25日、今年最後の、カラチェフェアとなります。カラチェお選びご検討されている方ですね、大変お得な期間となっておりますので、ぜひ弊社に足をお運びいただきまして、カラチェのご視聴を楽しんでいただけたら大変嬉しいです。12月23日から12月25日、ご来店お待ちしております。